どうも皆さんはこんばんちゃんにじゃです。おとじゃおついちです。ディミニティ2続きやっていきましょう。行くぜ。さらばアレクセンダー。俺の中で生き続けてるから。歴史を見るとすぐ掴んだ。そうですね、なんかそれぞれの神がなんかそれぞれなんか派閥に分かれちゃったみたいな流れっぽいですけど、一応島のそれぞれの祭壇に祈って全ての支持を得なければいけないらしい。はい。まあ目的もなく殺しまくってるよね。ワトワー君、マザー釣りがあなたを呼んでます。だって魂についてこい。火の心臓へ登るのです。母があなたを待っています。かゆしか持ってないこの人。エルフの大司祭、なかなか HP 高いな。倒すことを考えるHP リスナープリーストだって。これリスナーの化身やで。リスナーこのエルフは懸命に祈り、その目はきつく閉じられている。すぐにテルセンデリウスはリングと我々の敵を打ち破る力を与えてくださるだろう。さらばマザーツリーはどこにあるの。この先はなんかたくさんいる。クマもいる。リザードの修道士いるよ。だロストナイト、名前がすげえかっこいいじゃん。いや私はテルセンデリウスに従事している。あなたは誰に誓ってるのですか。よくないね、発言しないでは敵対しそうな。ドリスティッサに使っていると答える。彼もそうするべきだ。笑って控えさ、あなたはそのリンゴの種に入りたくはない。なんか売ってるかな。あ、売ってる。すげえスキルブックじゃん。スキル売ってるよ。売ってる売ってる。あれ何これ。例のなんかすごい読めない。これなんて読むの。でも兄じゃこれ演術か。何周囲の味方全員の武器攻撃とスキルに79から82の炎ダメージを付与するオーラを得る。すげえじゃんそのオーラ。うん、喧嘩する前はこの人たちはやっぱ取引しないと。リザードン、リザードンの修道士。フレイムクレッシェンド、対象が死ぬか1ターン経過すると爆発する呪いをかけ、半径3メートル以内に247が271炎ダメージを与える。なんかすごいテルセンデリスの父からけしかけられた。何？大丈夫？それはやめて。島は蹂躙されてるのか。火炎の感染売ってる。新しいスキルブック売ってるよ。ドゥナの司祭もいるよ。ドゥナの司祭も土系売ってるよ。売ってるよ。ルナの下でも大したもの売ってないな。重食いのスクリューブック。もう私も記憶カツカツやんで。味方の召喚物やトーテムを破壊する。そう、おい。あほん。撃っちまうんだ。何、何売ってんの。何売ってんだよ。ちょっと待って。奥に。ああ、でもなんか。防具も売ってるよ。はい。あ、やべやべやべ。お前はゾリスティさんの陣営行ったか。同族の戦士は無事か。ゾリスティッサのエバラメシ、覇者は無事か。ゾリスティッサの陣行ってないよね、俺らまだ。まだ行ってないんじゃない。もしそこに迷い込んだら目を光らせていくことを。お兄ちゃん、血統取らなくていいの。何血統って。いや、あなた今これ見てたよ。スキルブック売ってる売ってる。なんとなくしか見てないよ、そんなの。見て見て。やばいな、何メデューサヘッドしてんの、ついさん。いや、石化のあれが出てこなくなっちゃったな。スキル一覧にどっか飛んでってんだろ。どっか飛んでってんな。根の鎧。あ、この人もオーバーパワーのスキルブック売ってる。オーバーパワーはね、いいですよね。オーバーパワー使えますよ。俺オーバーパワーそんなに使うあれじゃない、もう。まあ、僕が、ね、あんまそんな持ってないし、うん。なんだったらアレキサンダーのアーマーだろうがなんだろうがぶったたいてやるぜ。うん、衛星のスキルブックいただきます。どうぞ。血統持ってるよこれ。敵をマークする。その敵は2体以内に死ねばあなたは回復し、ダメージと装甲にボーナスを得る。その敵は生き残れば敵はボーナスを得てあなたがダメージを受ける。すごいじゃん。血統、血統値上がるよ。ってことはこの人もルナ先生。おお、土の魔法売ってるよ。本当だ、なんかこんなしょぼそうなやつだってる。なんか狭く売ってたんだ、そんな新しいスキルブック。なんかポンポン言いまくってんの、なんだ分かんない。遠くの方でなんかすごい声がするんだよね。あー違う違う、これシュリーカがあるわ。あ、そういうことね。うん、
魔法のエルフの盾、行動優先度プラス4だって。あ、出てきた出てきた。シュリーカー全部吸えばいいよね。吸えばいいです。もう吸うためのものだからね。ちょっと捨ててきてよ、ドラえもん。ドラえもん。おかしいねえ。ちょっと決闘できちゃうじゃん。ドラえもん。いやなんかまあ周りもビビってるよ、あんなやべえわっつって。お互いにシュリーカーが撃ちまくってるんだけど。あ、違うか、道中通ろうとした奴らが撃たれちゃってんだね。あれ敵をマークする、その敵が2体以内に死ねば、これか、回復しダメージの走行にボーナスを得る。すげえじゃん、倒せばボーナスもらえるの。どうよ、しかもこれ AP0 で起動できるぞ。1体吸いました、皆さんも1体ずつ吸ってください。はい、はーい。クマちゃんがいる。そんな簡単に吸えるんですか。その右側の方吸ってくださいね。あ、それ以上行くと知らんよ。知らんよ、知らんよって来て、こっちの吸えるでしょ。はーい。え、何を吸ったの。え、ソースポイント。え、シュリーカーそこいた？ここにあったよ、これこれこれ。あれ？俺もそれ吸ったからもう見えないんだけど。何それ。じゃあ一人一人一回吸えますみたいな、そんなことある。一人一回ずつ吸えます。どれ？あ、この右側のやつ。うん、左ないよね。俺左吸ったのなんかお父さん左から吸ってた。また吸ってます。左はいないけど、今定期的に復活するんじゃない。これどうやって右側吸ったの。ん？左側は普通に吸ったけど、ターゲットもうちょい近づけばギリギリまで近づいて。まあいけるこれ。いや、柱のなんかこの辺の後ろ側からここら辺からいける。この辺から開ける。こっちが開けるわ。バチコーン、ソースポイントゲッチュ。話した方がいいんじゃない。あ、ティルセンデリウスだ。あ、こいつさっき話したよ。あらせゴッドウォークン、だが手短にだっつ。ブラックリングはここで何してんだ。なるほど。礼はないもん。なぜ彼はアレクサンダーを倒せなかったんだ。私はゴッドウォークンをあらゆる危険から守る。だが他のゴッドウォークンからかは守らない。あ、なるほどね。ゴッドウォークン同士のバトルは自然なことらしい。なんでだ。ゴッドウォークン最も強いゴッドウォークンが真のゴッドウォークンになると。ドラゴンボールか。ルかドラゴンボールだねこれ。本当だよ。怪物の道がお前を導くだろう。ちょっとあそこら辺のうるさいやつどうにかしようか。いや行きたいけどさ、奥のやつはさすがにぶっ飛ばされると思うんだよ。ああ。じゃあちょっと違うやつと戦ってソース消費してから来る。なんかあの人。え？いや奥に飛んだわけで。あの人余裕で奥に飛んだな。他に敵いる？役者こっちにもある。あ、なんかすごいのいいんじゃん、あそこに。何あのデブ。ああ、そう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 、あれここがやばいよ。フォークターン、フォークターンいるよ、フォークターン。やばいよって。リフレクトオーラ、フォークターンのオーラが味方に対するあらゆるダメージをそらし跳ね返す。まあ、あいつ倒さないと大変なことになりそうだね。いや、ないってことでしょ。まずフォークターンからやらないといけないってこと。フォークターンを引っ張ればいいんじゃん。フォークターン、フォークターン引っ張れるよ。あちゃ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 、いけんのそれ。あちゃあちゃ、フォークターンからやればいいってこと、これすべて。かな、入れ替えれば。フォークターンの手前にもなんかいるね、変なオーラまとってるのたくさん。フォークターンもうここから見えるからこっちに引っ張れるよ。あ、じゃあもうフォークターン、フォークターンちょっとどこまで引っ張れる。今俺がいる場所。フォークターンワンチャンこいつを目の前に呼び出して、フォークターンピシーって死なないか。それをやれるイコール俺がピシーってやられるんだと思うんだけど大丈夫かな。まだ許してくれるな。いけるよ。いったろ。まあでもここフォークターン撃たれないと思うけど、ね、ああ撃たれなさそうだね。まあいいや、目の前に落としてくれるわ。どこ、この辺、この辺ギリ見えなくなっちゃう。ここら辺かな。柱が邪魔か。いけます。おい、入れ替わるからね。で俺自分で飛ばなきゃいけないから。敵だらけだけど大丈夫。ああ。向こうのターゲット瞬間移動先。あ、この死体と入れ替えることができるから。
いくよ。はい。ちょ、待ち待ち待ち。ああ、行ったよ。あ、いや、違う、俺が入れ替わったよ。何やってんだよ。そう、1点かなんだから下へと入れ替わるに決まってるやろ。うん、間違えたわ。びっくりしたわ。奥田に行けるか、これ。下手するとあれ動かないかも。奥田動かない？まあ、もう一回試してみる。はい。お手つきかな。奥田を選択。あ、そんなことなさそうだけど。全然テレポ巻き物使ってもいい。ライト入れ替え、行こい。お、来た。おー、来た来た来た。カメレオンクロークしとるぞ。はい、すべてをぶつけてやってくれ。敬遠してもいいね。ああ。そしたら俺、剥がしてから。どうしようか。奥さん先にターン来るからね、気をつけて。遅延。サーロンはこいつが死ねたいって。サーロン？サーロン？サーロン。お、回転。おお、そんなに。割といいダメージ。そんなに。じゃあ、すみません。はい、お願いしまーす。さあ、甘、一気に甘を崩す。そしたら俺その後決闘申し込んでぶち殺す。あ、そうね。まあ確かにそう。決闘だーっつって弱ってる相手に対して勝利宣言するっていう。出た、神になるつもりだこの男。神になったなー。受けるがいい。神のイカズチを。神のイカズチを。あっと、倒れないじゃん。どういうこと神？あれー。ちょっと神アドレナリン使うわ。神アドレナリン使ってから皮脱ぐわ。他の技使ってから皮脱いだ方が良かったんじゃない？あ、神の一撃よ。あ、すげえ。もう一回神使ったわ。意味あんのかよ。まあでもこけるか。こけた。確かに、まあでも使い放題だもん。ええ、アニジャにこれかけりゃいいんだろ。あとヘッドもつければいいんだろ。クリティカル。すげえ、神のオーバーパワー2回打てる。これはすごい。神の力出すぎだろ。シールドだけ当てて弱らしとくから。1080だって。まあ、次が来るからね、さっさとやれって話。来るぞ来るぞ。うん、備えないとあいつら全員来るから。一人消えてもう近づいてきてるからね、これ。え、ブロックすごいじゃん。ブロックしたの？どういうこと今？弾いて弾いて。うん、縦が弾いた。うん、決闘だ。決闘。すごい。挑戦。倒れてる相手。なんか気持ち悪い目のマークついてんな、おい。倒れてる相手に。じゃあぶち込みますよ。どうクリティカル入った？これもういけっかな。あ、もういけるいけるいける。はい、決闘勝利。決闘勝利。どうなったの？決闘勝利すると勝利すると決闘勝利1ターン。あー、物理防御力300プラス300プラス。それ多分ダメージ食らわないよ、もう。1ターンの間無敵状態になるんだ。なるほど。1ターンでダメージも次のターンまでは持つってことか、これ。はあ、なるほどね。 20% 上がってるからもう突っ込んでった方がいいね。うん、ファンタイ。すごいな。戦闘中に技が出てきちゃうっていう。いけ。ただ食らうだけな気がしてならないんだが。あ、でもこの後すぐ俺のターンがやってくるのか。うん。ブラックリング、ブラックリングワーグ、どっちもこれ物理系だね。すぐ石化できるよ。いや、じゃあもう手前の手前、そこ見えてないからもう一人いるはずだから。弓とペインウィーバーとかいうのやるわ。どうぞ。バイトしてった。どうもペンウィーバーさん、私。いいクリティカル、やりきれるのか。26ですね。まったくもう大怪我、私が倒してやろう。アドレナリンで右残りで AP 使ってチャラ。さあ、3 AP をどうする。1AP で止めるのでけえな。殴れる。神と呼びたまえ。お前たちにターンなど来ない。バトルストンプ戦闘。Show yourself。 やべ、後ろ取られる。これ
デファイラーどこだ、どこに、え、どこにいた、どこに行ったんだろう、え、わかんない、まだ消えてると思う。あ、そうか、消えてんのか、消えたままわかんない。まあ多分音じゃの後ろじゃね、いるかな。でもアニジャの近くに支店があるってことはどうなんだろう、多分こっちかな。そういうことなのかな。私もそっちに飛びますけど、この神格が強いからもうおじいちんソース吸わした方がいいな。めっちゃ強かった ね、 ねえ、バコンバコンっつって、どんなに硬いやつでもおついちよりも低いやつは吹っ飛ぶっていう、この最強コンビ、エリックスダイバーが来た、ね、どんなにアーマーがあってもすぐはげるっていう。そしてもう一回殴れるというね。最悪固まって2人いたら2人とも剥げるっていう、そういうことだ。アーマーさえ剥いじゃえばこけたりするからな。この人たちは魔法防御ないんですね。魔法防御はないです。あ、ないんですか。そうですか。あ、ゴーゴンするつもりだあの人。うん、そういうこと。あー、もう悲しいかな。メデューサヘッドだ。あなて。もうだよ。そうですね、まあ。のんびり来ていただいて。のんびりも何も、ここに火の雨を降らすだけですわ。あー、まあそっちはじゃあ任せるから、そっから逃げてんのか。うわー、うわー、痛い痛い、めっちゃ反射きてる、めっちゃ反射きてる。お前も痛いからな、それ。ちょっと痛かったわ。あ、でも燃え尽きたわ。本当だ、燃え尽きた、あの石像たち。ソースはたくさんあるからね。いない、その案に使えばみたいな。吸えばいいじゃんみたいな。別にそれは普通に攻撃していいと思うよ。とりあえずこけてもらって、地面を踏んでクリティカルヒットなの。ゆっくり後で料理してやるよ。あー、こっち行ったー。行って945点ブロックアンダーガー。あ、そう、ここにわざわざ少子千番。まだあなた神なの。私まだ神です。神ちょっと、え、オーバーパワーもう一回いけんじゃん。いやー、さすがにもう終わっちゃうから、すっどっちみちもう吸えない。いや、一旦いけるか。431ついてるから。あ、そうか、もうターンが足りないのか。そう、次のターンで終わっちゃって、で、かつ次のターン神秘がない限りにはってことね。そうなんですよね、まあさすがに3発目のオーバーパワーはオーバーパワーすぎるから無理という話ですね。あ、でもそれでもそのソース使う系のスキルがあれば、そうだ、使いまくれるってことだね。いや、だからやっぱ神格化は前衛結構強いよ。君もあれだよ、連撃持っといた方がいいよ。ああ、連撃か。そう、誤解行為できるから。アニジャのターン。はーい、それ普通に殴っちゃって、それ。一冊の一冊が待っているか、もしかして。待ってるね。久しぶりに見せて、久しぶりに見せてやろう。オールクリティカルの恐ろしさは。それだと 1AP 足りないよ。そうやだ、そうだよ。普通に打つのかなと思ってたんだけど。しまさん、お預けですね。お預けです。やっちゃってください。いや、やれないと思います。いけんじゃない。もう AP ないです。あら、うわぁ、呪うな、呪うな、ブロックしたるわ。さすがに入らないね。リッピングブロークリティカルは出たんで。バカ野郎、届くんだ。55、届く届く、全然。結構長いよ。長いの、このムチは。ムチすごいんですよ。あれ、終わりー。イエーイ、うーずずー、素晴らしい。まあでもほら、死体そんなたくさんないから、君たち吸って。
うん、こっちたくさんあるよ。あ、そういえばそうだね。あの、マギステルの死体がたくさんある。この辺に転がってた、そういえば。あ、そうだ、あさってか。オークタン、なんか持ってたな。頭、未鑑定レベル4。お、お、やばい、誰かこのシュリーカーを吸ってほしい。気になる鑑定の結果は、炎術、水術、風術、130の頭防御。微妙。まあ、そうね、微妙ね。おずさん、シュリーカー吸って。あいつうるさいから。はいはい、シャシャうるさいから。はいはいはい。バクッと倒しましたね。そんなあれだったね。フォークターン、でもフォークターンやっちゃえばみたいな感じだったね。フォークターンが多分一番めんどくさい、めんどくさかった。まあまあまあ、作戦成功ですね。死体と位置転換とかって初めて聞いた。鹿浜のものだったら何でもいいのかよって。ありらしい。これ次ど、もうあれか、ぐるっと回っちゃった。ん、ここも入ったんだよね。で、行け、あれもしかしてさ、うん、お、なんか目のマークなかった、この奥。ここ目のマークあるよね。これ目なのかな。これに俺あのメットつけてやればいいってこと。ああなるほど。どうだろうな。可能性あるね。可能性あるね。これはまやかしって可能性がある。いけ。ん、え、あ、消えた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 。これだー。もうそれ用ないっす。いや、まだもう他にもあるかもしれない。まあでもとりあえずいけるようになったよ、先。素晴らしい。じゃあアレクサンダーがない、頭巾がないとダメだったってことだね。えっ、つらこう、ブラックリングの陣地だって。うわ。ブラックリングの陣地あったんだ。あいつら家あったんだな。アジト入っちゃった。あー、ガサレガサレ。あと2万だ。1人とか2人倒せばレブラックやで。うん、間違いなくヤバそう。巨大な、うん、ナイスフォア。熱いね、熱がね。あ、でも間違いなく敵はいねえな。いそうだけどね、敵いるな、一人。そういる？なんか上にいる。ブラックリンク略奪者レベル17です。あー、なんか強そうな雰囲気を持ってるね。あー、出た、またこのなんか目見える見えるくん。サウロの目みたいな血まみれの腕があるよ。あー、お金あるんじゃない。死体の山、やべ、何ここ。お金じゃなくて死体だったのね。死体の山、骨だらけ。骨だらけだね。血まみれの腕を食べてください。はい、すごいね、こんなとこで熱くないのかね。絵を食べます。ここにマグマ。何もありません、記憶なし。エアコンついてんだろ。こんねえ。あなたは突然痛みを感じた。目もくらむ。なんかやっべえのいね、あれなんだ、あれ。あなたの叫ぶ。サローマンいるよ、サローマン。サローマンいる？サローマンいる、普通に。これか、サローマン。こいつが現実を使ってくるってこと？狩猟術5、ダメージ318から300。サローマン生命力半端ねえんだけど。2340。でもアーマー1193だから、おつじさんやれるわ。おつじさんやれるわ。おつじさんやればもう一発でさ、狩猟術5だって。とりあえず行ってきなよ、お話したら。話す必要ある？あれと。これはここどう見ても邪悪な存在じゃん。ここにいるってさ。サローマンいるやろ。ここに。ああ、もう先手。ああ、いた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 。で、打ち込めますわ。打ち込む？サローマンあれじゃないの？これもう、位置転換してる。位置転換してるで、ここでもうボコせばいい。サローマン。ボコせる？ボコせるね。ボコせば？うん。毎回、分かった。サローマンどうぞ、ほら、めちゃくちゃ召喚するでしょ、あいつ多分。おついちさん、ちょっとどいて。あ、上にもなんかいるわ。ブラックリングファイヤー、フィアーメイデンだって。もうサローマンなら多分ここで一番問題ない。あー、さっきなぜ交換できたかっていうと、やっぱ、肉体だからだ。死体があったから？そう。樽とかじゃダメだって。じゃあちょっと持ってくるわ。持ってくる？死体持ってこれんの？骸骨でもいいのかな？選択できるかどうか一回試してみたら。
それが持ってこれればいいってことでしょ。移動できない。移動できない。死体だからね。物は無効なターン。あれはダメだったんでしょ。うん、ダメだった。ああ、ダメダメ。さすがに。そっか、死体じゃないと無理なのか。まあ別に俺と入れ替えてもいいし。君はそこで逃げるという。うでー。テレポの巻物使ってもいいよ。まあまあ、あれ、普通に俺すぐ逃げるから。はい。ちょっとどこに出すの。俺と入れ替わる。攻撃する準備を。行くで。はいはいはい。レンバイ。まあ敵だよね。空中ペスト。お、伝染病だって。はい、あ、そっち、そっち攻撃。こっちもこっちも。2回攻撃か。痛い。決めろ。ターンチェーンしよう。じゃあ俺。そうね。でも言うてても200しかねえじゃん。もうないよ。もうこいつ物に超弱えから。じゃあちょっとちょっと調査しさせて。ちょっとか、なんかあるかも。かまさせていただきます。よろしいですか。熱変更側面攻撃。そうね、一回殴ってからの方がいいとかないよね。その皮入れ替えるんだったらAPK さん。まあまあまあ全然。あ、お好きにどうぞ。はい、俺はもう普通に。あー、でもなんだろうな、これさすがに2300は一気に削れないと思うんだけど。どう。そうか、じゃあまあ俺一回入れる。もう今、まあ、そうだね。なんか下、うん、何もしてないか。何もしてない。ターンチェーンいるね。ね、結構どっかから湧いてきたね。はい、じゃあとりあえず一発誤飲して。うん、誤飲でいいんじゃない。インして、誤飲っていうか、あの縦当てれば、縦当てて、はいはいはい、鶏にしてみたいな。はいはいはい。逃がさないことが大事だ。あれ、なんで私また縦が外れ取るの。君腐敗したから体力落ちてる。あ、そういうことだ。体格が落ちた。うわ、そういうことがあるんだね。切れば、あ、まあまあ切ればいいよ。もう一回では切れるね。ええ。おけっつ。こけろ。素晴らしい。ベンチメン、俺は最高だ。上にも行った。ニワトリが逃げると同時に俺もう一回攻撃できるから。そうね、ゲゲ入るでしょ。お前はウルトぶち込まなくてもこのまま殴れる。また倒せると思うよ、普通に。他のなんか厄介なやつにぶち込んだ方がいいかもしれない。小田さんはお、コーチを取って直ちにあの命を守る行動をしてください。逃げなきゃダメだね。あー、すごい、上見えないわ。見か、他のやつらも多分手出せないと思う。こっちに来ようとしてる魔法使いを。で、バスか、弓矢がやばそうだな。弓矢がやばいから弓矢だな。弓矢で1900もあんのか、あいつ。HP 高いな、やっぱレベル10は高いな。大丈夫。一瞬でヘイスト状態が解けたって出てたけど、なんかブロックヘイスト解けちゃう何かを持ってんじゃない君。なんだ。骨折状態になるとどうなんだろうな。動けないくなる。動けないの。うん、うん、じゃあちょっと動いてもらわないと困るからな。とりあえず決闘だけ申し込んどく。ニワトリを我と決闘せよ。体力あるなサローマン。終わった。俺いけっかな。いけそうだけどね。最後アドレナリンして。結構やっぱあれだね、クリティカルが出ないとちょっと。どうだ。ああ、それは良くない。それはなんか
血統敗北って出たんだけど俺。縛られてる。やつは復活する流れだぞこれ。なんやこれ、なんやこれ、これはなんなんや。まだこいつは死ぬことは許されてない感が出てるよ。意識不明って書いてある。意識不明、やばい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 、なんだなんだ、どういうことだこれは、これはどういうことなんだ。意識不明の状態持続時間1ターンだから、これまた復活するな。復活か。あー多分音じゃくん鏡を攻撃できるのかな、これ。鏡か。鏡怪しくない？こんだけあってっていうのはあるけど。鏡怪しいね。あ、その間にあれか。とりあえず他のやつらは何とかしとかないといかんちゅう話やな。よかった、無駄にあれ叩き込まなくて。確かに大変なことになってたかもしれん。どうしよう。なんか攻撃したと同時に自分食らってるんすけど、これなんすかね。俺ちょっと離れようかな、そっから。ぬ、おい、なに君、ちょっと待って、君何そのやられ方、何が起きてんだよ今の。今のなんだ、なんで一撃で死ぬのそれ。えぇって言って死んだよ。何が起きてんだ今の。何が起こったのそれ。何が起きてんだ今の。一撃で君消えたけど。おかしい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 。何あれ、やべえことが起こってるぞここは。いやもうブラックリングデファイラー。あ、だから君あれだよ、一つダメージだから。お前食らっただろ、お前剣を、剣食らってんのに、お前移動したから全部死んだんだよ。ああなるほど。あ、移動した分でってこと。そう。やあんな自殺の方法初めて見たわ。そうじゃん。とか言って、いやーもうまさに気持ちはあの言葉通りの気持ちだったわ。ふざけちったね。そうか、これあれか、漆黒の鏡怪しいね。いやでもね、いや体力があるわけじゃないからな。そうなの、漆黒の鏡。とりあえず周りのそうじゃないやつは倒していくしかないよね。そうだね。まあまあまあ、また何ターンかしたらわかるでしょう。もうやられる前に一発撃っといた方がいいな。わあ残るよね。痛い。やっべえ、私は王の右腕だっつって復活したけど。もうバカ野郎だなこいつ。右腕だろうが左だろうが。熱、ヘイスト、毒の川、フンヌ。まあ激横みたいだね。毒を向こう、スローを向こう、病気を向こう、感染向こう、石化向こう、石化向こう、酸向こう、腐敗向こう、何でも向こう。状態上は効きません。どう見ても勝ったのに俺が負けた扱いになってるの嫌だよね。うん、それで食らってんだから。そうだね、ダメージ。でも実質あれか、ブラックリングナンバー2か。じゃあ。えへ、人その一時、あ、こかす。とりあえずこかしてから。うるさー、もうつゆさん復活させるわ。うん、どういうことだよ。サモネーと俺が大変なことになる。そうだよ、うるよ、うるよ。あー、発言禁止。あ、巻物は関係ねえから、早くスクロールを。 AP が足りない、AP が足りないから無理です。ん、逃げるしかねえか。これはしごの前に立ってたら登ってこれないとかないの。そんなことはないでしょ。おっそ、ういっしょ、そ、どちらかというとそっち向いてほしくなかったな。ルビー強化です。痛い、すげえ火力。すごい下からだからまだね、 10% マイナスだからまだいいよ。で、それでこの火力ってことはだよ。人早っ、やばーい、人早っ。あー助けてー、だけ下から攻撃されるんだけど。もうだってつま先出てるから、つま先出てるから、つま先折られてるぜ今。ありがとう、レベルアップという名の回復が入った。すごい回復したぞ。おい、
俺もバート、俺もグッバイ。グッバイ。逃げる準備してますよ。せな。離脱したな。後ろ回り込まれた。終わり。呪いだ。ああ。そったね。今すぐ俺を復活させろ。この野郎。わお。死んだふり。これであいつらが移動し始めたらお前早く言えねえと。はい、死んだふりしたよ。あ、え、待って、戦闘開始が。あ、俺の体はどこへ。どうした、大丈夫か。戦闘がまた始まった。どうして、どうして、どうして、何、どうしたの。おつい早く移動しないと。まだ戦闘が。なんで移動しなかった、あいつ。なんで移動してないの。すいません。言っただろうが。もうない、近づかれ。大丈夫。意外とこっち来んなよ。そっちには行かない。はぁ、いや、サクリファイス。まあ、ちょっとここら辺でお茶濁しとくわ。慣れよ。逆に言うとこっち来たんで、その間にザコをなんとか。まずは一回退避だよ。逃げるんすか。お父ちゃん生きてんのまだ。これは転がってるけどね。ネクロファイアで燃え続けて、多分このままグッバイしちまうじゃねえか。グッバイしちゃう。え、逃げるのね。じゃあ逃げてください。はーい。2ターン分残ってるもんな。そいつだってどうやって倒すんだ。多分ね、お父ちゃん逃げられないと思うけどね。うん、逃げらんないねこれね。まあ、復活させやすい、させられやすいところで死ぬのが私の役目かな。さらばだけちくん。あ、もうちょい、もうちょい、もうちょい。あ、逃げられた。お、燃える。あの人もう1ミリ。ああ燃えかすになったで。俺の方に寄ってきたけどな。ちょっと待ってよ、どこにおんのよ。ちょっと待って、そっちからな、そっち、そっち飛ぶから、うん、今大丈夫ぞんで。今大丈夫だと思う。もうずっと俺の前に2人いるけど、めんどくせえところで死んだな。こっちからならいけんじゃないの。いけるかな、いけるかな。いやー、高さ同じだから厳しいね。もうあいつ目の前に立ってるけど。無理じゃない。あいつ目の前から微動だにしてないよ、だって。っていうかさ、あれこそまさにあれ、なんだっけ、さっきの、あー、幻覚、幻覚を解くのを使うんじゃないのかだと思うね。うん、そうするとなんか弱点のこう漆黒の鏡が本物の姿を表すとか。あは、届かない、届かないや。その横のさ、はい、え、この上飛べないの。上無理か、なんか選択に出ないか。言ってんの、ここのことかな。この柱のことを言ってんのかな。そう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 、まあ、柱でも選択肢、ね、もうね、選択肢に入ってないですね。まあ、ギリギリまで近づいてると思うよ、ここらへん。待ってて、こっち逃げとくわ。あ、やべやべやべ、たまにここ視界が来る。ギリギリまで行ってたね。あ、いけそう。全然ダメ。全然ですか。全然ダメ。もっともっとその赤点ギリギリまで。いや、結局ここだと下だから見えないんだよね、上が。おの見えないよ。見えないね、見えない、見えない。どうしよっか。
今いない間に後ろまで登っていくしかないのか。いないっていうか、だってサローマン真横にいんでしょ。ああ、真横にはいるよ。俺唱えた時点でさ、隠密閉じちゃうからバレちゃうんだよね。これがフェニックスダイブで生き返らせて、逃がす。そもそもクイックセーブはどこで、この中に入ってきた時点で多分クイックセーブがあるから戻った方がいいんじゃないか。これはだいぶめんどくさいことに。まあ、開封はしてるから。どうやって抽出するか。サローマンがどうにかなればとにかくどうにかなるんだよ。どうしなそうだしね。でもね。さ、テレポでさ、テレポの巻物、はい、多分あるから。お？サローマンをどっか飛ばしてくんね。なるほど。はい、テレポの巻物。ちょっと待ってね。誰が持ってて？テレポの巻物は…あるわ、4つあるか、転送の巻物。バックなんかかな。あるね。で、サローマンを…もう果てしなく遠くへ一回飛ばす。果てしなく遠くに一回飛ばす。右奥あたりの。はいはいはい。サローマンギリギリ届かないだと？ふざけんな。嘘、見えるでしょ。いや、み、あのね、手に渡すわ。ギリッギリ、俺ギリッギリ、ほんと数メーター当たんない。そこまで行けばいけんじゃない。ほんとね、あと残り数十センチっていうところなんですよ。お父ちゃんだったら届くんだよな、巻物の指導範囲のあれがあるから。こっち側からだったら届くのかな。あ、でもこっち側だと奥に飛ばせなくなっちゃうのか。立ち位置ねえかな。まあでもそこが一番高いかな。もう一回一回サローマンとやるしかねえなこれ。やります？まあ、とりあえず私、おじさん、ええ、祭壇側、あの真ん中の台の方でやっていただいて、はい、戦ってる間に引きつけてる間にこっそり逃げるっていう。あ、なるほどね。アニジャー戦闘体制に入らずにね。真ん中の祭壇に行けば良さそうだね。確かに、まあ、俺でもいいし。いや、俺行くよ。その多分俺の方が死なない。じゃあ、おとじゃのことよろしく頼みます。はい、救出大作戦お願いします。スイッ、バレねえのかい。バレねえのかい。ここギリギリ、そっからならでもいける。いけるわ多分。いけるんか。あれ、このなんかもう今煙出てんちゃいますよ。あ、ターゲット遠すぎるわ。無理です。こっからサローマン飛ばせば。あ、なるほど、はい、いけそう。キル使用して、どういう視界なのこれ。でもそこでバトってくれ。うん、オッケー。じゃあ縦投げるわ。周りの雑魚を弱らせるのです。はーい。では行きます。あ、そっか、ここだとサローマン当たんねえんだ。何もかも サローマンじゃなくて雑魚。雑魚ね。いる？すぐそこにいる。
ここで始まる。サローマン早い、サローマン早い。よし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 。かい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 。でもまあ、うるいんやがれる。ちょっと待ってね、そのままそのままちょっと待って。いやいや、もう全然全然全然待ちますんで、怖い怖い。その瞬間に僕はあの何草部で逃げますんで、元まで、今元まで行っています。これは行きますね。ええ、頼みますよ。スーッ、ここまで、ここまで来ればいけるでしょ。じゃあサローマンにやらなきゃいけないのか。多分やってみる価値はあるね。そうね、こんだけなんか倒せないってやつがいるんだから。多分こいつは現実なんじゃないかな。弾の装備変えなきゃ。あ、一回一回引こう、一回引こう。シュウさんもピラミッド使えれば俺らのとこ飛んでこられるでしょ。ピラミッド使うのに結構な AP が必要になった気がする。4ペヒ必要ですね。あーでもあれか、サクリファイスすればいける。サクリファイスでもアドレナリンでもして逃げていただいて。あ、まだ足んないの。 6は必要だったかな。アドネなるぜ。あいつ使える使える。帰ります。強制脱出。さよなら。オッケー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 。おぉ、ツーツーじゃねえわ。おぉ、すげえ移動してる。怖い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 。さっき同じとこにいるわ、怖っ。とりあえずレベル上がったからな。うん、こいつをいじりますか。あーってことで、次回サローマン、ね、次回ちょっとこの恐怖のサローマンとの対決で、ね、この謎を解かないと我々勝てないからね。勝てないです、ね。でもサローマンの幻覚を破るにはそいつが必要って書いてあったから、まあなんかあるんじゃない。あいつ実はただのネズミだったとか、そういう。ああ、使った瞬間ね、本体は出てきそう。なんか鏡が本体とか、その辺もわかるんじゃない。はいはい、というわけで今回はここまで。次回も楽しみに。またな。またな。またね。